グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。レアルマドリードは、パリ・サンジェルマ、PSG のフランス代表 FW キリアン・ムバッペを、この2獲得することをまだ諦めてはおらず、移籍、場が閉まる、直前の2日間で取引を完了させる、と計画しているという。スペイン紙、アスが21に伝えている。今シーズンのレアル・マドリは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中、ムバッペは、PSG との契約が残り1年となっており、契約延長に向けた交渉も停滞してい、模様。このまま、来年夏に契約満了を迎えれば、PSG、フリーで、同選手を手放すことになってしまうため、移籍に向けた噂は絶えない。8月末で終了、ル夏の移籍市場は、残りあとわずか10日。だがま、リーは静かに準備を進めた上で、期限まで残、2日となる30日頃にムバッペの獲得に向けたを提示する計画だと、スペイン紙は伝え、いる。マドリーが準備しているオファーは渡る。金1億3000万から1億7000万ユーロ、約167億から218億円だと、されている。PSG、これを受諾すれば、移籍期間の終了間際に対取引が実現することになるかもしれない。ムッペは、すでに開幕した今季リーグアンデコまで3試合に出場し、20日に行われたブレスト戦は、今季初ゴールも記録。29日に予定される次節、タッドランス戦では、新加入のリオネル・メッシがデビューする可能性もあると予想さ、ているが、ムバッペは、メッシと1試合のみ共演、ターと移籍する可能性もあるのだろうか。両。